菅野仁さんの友達幻想という本について紹介したいと思います。友人関係に疲れ切っていませんか？友人とのノリについていくのに疲れていませんか？同調圧力に押しつぶされていませんか？この本からの提案なんですけど、別に空気が読めなくても友達といい関係を作れる方法があります。人と仲良くする方法はそのようなノリだけではありません。結論から言いますと、その方法とは鍛えられた言葉を使うことです。自分の複雑な気持ちを表現できるように、読書にしてあなたの言葉を鍛えましょう。人間関係を深めることができます。ではなぜ鍛えられた言葉が必要なのか。貧弱な言葉では人間関係を深めることができないからなんです。これをコミュニケーション阻害語と菅野さんは言ってますね。コミュニケーション阻害語とは、相手の存在を否定する言葉と言っています。相手の存在を否定する言葉とは、主にムカつく、うざいっていうか、このムカつく、うざいという言葉はとても便利な言葉です。なぜなら自分の感情をすぐに言い表すことができるからです。でもすぐ言い表すことができるっていうのはある問題があります。その問題とは、相手の違和感を自分の中で考えることを遮断しているという問題です。つまり思考停止しているという状態ですね。あともう一つ問題があって、うざいムカつくという言葉は相手を拒絶する言葉なんですね。つまりうざいムカつくっていうのは、思考停止して相手を拒絶する残酷な言葉なんですね。そもそも人間関係は完璧なものではありません。大体は不快で不完全なものです。不完全な関係をこのうざいで片付けてしまうのは非常にもったいないです。本当はこういう不完全な関係は話し合えば解決できる可能性があるからです。他にもっていうかっていう言葉もありますね。相手の言葉を受け入れていない証拠ですね。このように拒絶する言葉を使っていくから、あなたは人間関係がうまく築き上げることができなかったり、人間関係をうまく深めることができなかったりするんですね。うざいムカつくっていう言葉は、あなたが人のことを受け入れる努力をしていない証拠なんですね。人間関係を簡単に壊さないためには、読書をたくさんする必要があると。なぜなら読書っていうのは対話をすることですから。対話をすることっていうのは、相手を受け入れる練習をすることでもあり、あなたの言葉を鍛えることでもあるんですね。逃げずにどうすれば苦しい状況から抜け出せるかを向き合い考えるんですね。いっぱい本を読んで自分の言葉を鍛えてください。ありがとうございました。